携帯用浄水器ソーヤーミニのご紹介。新品の状態です。ここから入力して、でここから出力、おそらくシリコンゴムだと思われる。で、中は見えない。見えないけど、樹脂で一個小さい穴が開いてるだけで、フィルターなどは見えない。入力側の内側の溝は標準的なペットボトルのが接続できるネジの仕様になってます。なのでここにペットボトル、空きのペットボトルなどを接続することができる。でここが、こっちが出力側。
白いフィルターが見えてる。糸を束にしたような状態になってます。ダイソーの折りたためるコンパクトボトル、シリコンゴムのウォーターボトル300円、500ミリリットル。これに接続します。こういう状態で使う。漏れるな。漏れる。すごい漏れる。ダメだな。これは使えないな。漏れる。若干出るけど、出る以上に漏れの方が多いので、これは使えないな。500ミリリットルの空のペットボトルにお水入れてきたので、これで試してみる。まあ試してみるっていうか、これは普通にできます。無理なく出るな。で、ペットボトルをこう、見えるかこれ、ペットボトルを押すことで浄水。これが新品時の1回目の浄水になります。泡が出る。両手でこう押す。付属のあのパウチという容器はついてるんですが、これは使いません。あのいろいろ問題があるので、それ使うぐらいだったらまだペットボトルの空きの容器使った方がいいので。で、その理由としては、乾かすのが時間かかるとかの問題があるので。
まあ、とりあえず500ミリでも、まあ、ある程度はできる。で、量がやっぱ減ってくると、もう潰すのがこうペットボトルをこう押して押して絞り出すようにこう水を送り込むので、やっぱこんなこう満タンの状態だったらいいんだけど、こうある程度減ってくると、もうそこからはこう押し潰して入れるのが困難になります。500ミリリットルのうち、もともと500ミリリットル入ってたんだけど、まあ、300ミリリットルぐらい、300ミリリットルぐらいはまあそこそこ入って、でこれ以上入れるのは結構困難になります。あとは、まあ、柔らかい素材のイロハスとかのペットボトル使えば、もっとこうペットボトルを押し潰して水を送り込むことができるんだけど、まあ平均的な硬いペットボトルだと300ミリぐらいからきつくなるな。でもうこうなったらもう外してまた水満タンに入れるってやった方が早いと思うね。こうペットボトルを元に戻して、元の形状に戻して、でお水入れてまた押し潰すってやった方が効率はいいと思う。あと、600ミリとかもっと容量大きい空きのペットボトル使えば、500ミリぐらいは苦労せず送り出すことができると思います。まあ、なので、こう500ミリの空きのペットボトルを使っても、を使ってウォーターバッグとして利用してもそこそこは使える。で、ソーヤミニのいいところって、こう使い終わって置いた時に、この入力側と出力側がこう地面に当たらないのが、ここがこうスペースがあるので、なのでこう終わったらこうやって置いといても不潔にならない。こう宙に浮いてるから、この入力側と出力側が、でこうキャップもあるし、で終わったらこうやって振って水をある程度出して、で乾燥させる必要があります。振って水を出さないと雑菌に繁殖するので、必ずこう振って出してください。まあ、もっと振って出なくなるまでこう振ってしたら、キャップ閉めて、でこういうジップロック、こういうとこに入れます。まだ乾燥させない場合は、また数時間後使うとかっていう場合、このようにジップロック、清潔なジップロックに入れて保管しとく。で、もう使い終わって乾かすだけってなったら、もうその日はもう使わないとかになった場合は、今言ったようにこう振って、こう振って
水分全部出す。もう限界まで水分全部出す。でなるまで。そうしたら、で、まあ、ジップロック入れて、あ、ジップロックから出し、家帰ってジップロックから出して、で、こう、乾燥させる必要があります。これを冷蔵庫とか入れて乾燥させる必要があります。冷蔵庫の方が温度低いので雑菌も繁殖しないし乾くの早いから、で、ここキャップ、開けないと通気性悪くなるので、こうキャップ開けた状態で冷蔵庫で保管ってやってください。なので使い終わったらこうキャップをして、ジップロックに入れる。でこれはまだ数時間後とか使う場合で、家帰ってきても使わないってなった場合は、念のためもう一回こう水分出して、で冷蔵庫で乾かすってやる。でこれが基本的な使い方です。あとこっから水を入れて掃除す、こっから水入れてこっから出すっていう、入力と出力を逆にするってやり方もありますが、ただ水道水とか日本の水道水とかしか使わない場合は必要ないので、特に掃除は必要ありません。